へ向かってサンダーバキュームボールを投げ続けていたドームの前に広島の新外人カルロスが登場。カルロスは独特の剣のようなバットでいとも簡単にドームの魔球を打ち返した。この結果ジャイアンツのマジックは消滅、広島は連勝を重ねる。全てはカルロスの魔術のような打法によって各選手の守備が乱れたためであった。そうしたある日、肉離れで退場したジャイアンツの主砲原選手からカルロスの打球が不思議な変化をするようだと聞かされる。ドームは信じられず、まぐれと思いながらも対広島戦でカルロスの対決を迎えた。ジャイアンツの危機を救え。ここ東京ドーム首位を争って広島の優勝を受け負いにカルロスのマナホーは次々に広島に勝利を呼び込み、山本監督を勢いづかせた。カルロスの打球をエラーする各球団の名選手たち。新庄ドームはカルロスに新たに挑んだが、またしてもクロマティが、中畑が大事な場面でエラー。頭にきたドームは強烈な文句を叩きつけてクロマティ、中畑たちと大喧嘩になる。だが藤田監督のジャイアンツの選手は紳士たれとの言葉に喧嘩は収まった。しかしカルロスの不敵な笑いは何を意味するのか。スペインの貴公子カルロスは氷の微笑みを浮かべながらヒットを打ち続けた。しかし原辰徳がいち早くカルロスのマナホーの秘密を見抜き、ジャイアンツナインは変化するボールに対抗すべく血のにじむような守備練習を重ねていった。そしてカープ対ジャイアンツの首位攻防戦、特訓の成果によりマナホーをついに打ち取ったのもつかの間、カルロスはドームのサンダーバキュームボールを悪夢のごとく打ち砕いたのである。そしてついにカルロスはテレビを見守るドームの前でマナホーによってスノーミラージュボールを放ってみせたのである。怒りのドームがカルロスの前に立ちはだかった。夢のないカルロス、受け負い人カルロスが独特の恐るべきマナホで打ち返したドームのサンダーバキュームボールは、あの消える魔球スノーミラージュボールと同じ変化を見せた。だがドームはまぐれと信じ込もうと。その頃ヨーロッパのメロディーはカルロスの恐るべき秘密の一部を知り、ドームとの対決をやめさせるべく日本へ。一方アメリカのトラオもドームの危機を知って日本へ向かった。だがその頃東京ドームでは同率首位に並んだ巨人広島戦において、カルロス対ドームは重大な対決の時を迎えた。
この時ドームは亡き父新庄夢人とカルロスの深い因縁をまだ知らなかったのだった。新庄ホームのサンダーバキングボールをコッパみじんに打ち砕いたカルロス。そのカルロスは実は9年前ドームの父新庄夢人に挑戦し無残に敗れ去った苦い思い出があった。その時夢人は言った。大人になったら再び貴様へ。その約束を果たしにカルロスはやってきたが、夢人はすでになった復讐の刃を息子ドームに向けたのであった。一方絶望したドームは父の墓前に引退宣言をしてそのまま姿を消したのである。立ち上がれ花火の運動へ。ペア実施中。命の魔球サンダーバキュームボールを打ち砕かれたドームはついに引退を決意し家を飛び出した。しかし頼りにしていたメロディーもトラオも負け犬となったドームを突き放すだけだった。その頃奇跡の復活を遂げたジャイアンツの吉村選手から熱いメッセージが届いた。ドーム帰ってこい。再び勇気に満ち溢れたドームはトラオの操縦するヘリに乗り込み復活に向けて飛び立ったのである。夏の一冊フェア実施中。カルロスとマダホーに敗れたドームを手荒く励ましてくれたのはトラオ、ドード、メロディーであった。友情と愛が第4の魔球ハイパースピンブラックホールボールのイメージを作り出したのだ。その頃ジャイアンツはペナントをかけて首位広島に総力戦を挑み 0.5 ゲーム差と迫る。一方新魔球完成を前に焦るドーム。茜が父夢子の残した手紙を届けたがドームはその手紙を読もうとはしなかった。そしてついに最終戦の当日を迎えたのである。ついに130試合の最終戦でセ・リーグの優勝決定戦が行われた。場所は東京ドーム。対するは読売ジャイアンツ対広島東洋カープ。3対0とリードされたジャイアンツは8回裏中畑の満塁ホームランで一気に4対3と逆転。しかし9回表カープもノーアウト満塁と怒涛の反撃。この時富士山で特訓を重ねていた新庄ドームが駆けつけた。そしてカープのベンチにはカルロスが。果たして新庄ドームの新魔球とはいかなるものか。セ・リーグのペナントレースを制する覇者はジャイアンツかカープか。そしてまたドームとカルロスの最後の対決はどうなるのだろうか。Gracias.